皆さんこんにちは。二宮生徒アカデミー協会の藤山です。今皆さんの中でさまざまな状況で、厳しい環境、苦しい環境っていうのがもうたくさんあると思います。もうコロナの影響で仕事のない人、また、自分がうつるんじゃなかろうか、またうつしてしまってるんじゃなかろうか、そんな恐怖感に苛まれている方もたくさんおられると思います。今日は私、生態を通じて、また体を見ている中で、皆さんに、何か、ヒントになるような、また助けになるような、ことをお伝えできたらと思って、今初めてカメラの前に立っております。皆さんは今コロナに対して、コロナイコール恐怖イコール死、そのように考えておられる方がたくさんおられる、そういうふうに思います。ただ冷静に、そういう時だからこそ冷静に皆さんが、コロナを見て、そして対応していくことが最も急務で必要なことだと私は考えています。しかも人類史上さまざまな今までのウイルスにも我々は適応し対応してきた、そういう歴史がある、その時に私たち今何ができるかなということをもう一回皆さんに考えていただきたいというふうに思うんですね。私は、コロナ、要は見えない未知のウイルス、それに打ち勝つものは同じく目に見えない免疫であり生命力だ、そういうふうに考えてます。そういう部分でいうと、いかに免疫を高めて、そして、自分自身を信じて立ち向かっていくことができるかということに、尽きるんではないかというふうに考えてるんですね。私たちの体はさまざまな外的環境そのものに適応する力を十分持ってる、そういうふうに、思います。要はコロナに対して私たちが、いい意味で、いろんな意味で受け入れていくということが今必要ではないかというふうに思っています。二宮生態ではその、根本的な、免疫を高める方法として、4つあるんですね。でこの4つを今日皆さんにお伝えをして、参考にしていただけたらというふうに思います。まず、体の免疫を高める一つの方法は体を冷やさないということ。皆さんご存知の通り、免疫力は、体温が一度下がれば 30% 落ちるというふうに言われています。体が冷えるということがどれほど、体の、免疫系、また内分泌系に影響を及ぼすかというのはもう皆さんが周知の通りだと思います。私たちができることは体を温めて、特に頭寒足熱、足元を温めて免疫力を高めることだ、そのように考えています。2点目が食べ過ぎ。これは、栄養学を否定するものではありません。食べるものを、栄養を十分に入れるということはすごく必要なことかも分かりませんが、私たちで言うと、過剰な栄養はむしろ体に負担になって、それがひいては血流を悪くしてしまうという、悪循環をもたらすことがあるんですね。だから栄養はいかに入れるかということよりか、栄養をいかに効率よく吸収させるかということを考えて、食べ過ぎない生活っていうのがすごく大事だと思います。先ほどの冷えということにも通じますけれども、食べ過ぎることによって何が起こるかというと、血流が悪くなる、そういう症状が起こるわけですね。その時に、要は食べ過ぎれば体は冷えてしまう、冷えると血流が悪くなる、これ免疫を低下する、そういう循環もあるわけです。ですから皆さんが今、こういう時だからこそ元気になろうと思ってね、栄養を盛りだくさんで召し上がることは決して悪いことじゃないかもわからないけれども、過ぎれば逆に毒になってしまうということがあります。3点目が精神的なストレスということがあります。これはどういうことかというと、病は気から、もう心が、精神が弱ってしまうと当然体の免疫力というのは下がるわけです。今私たちの周りは
毎日暗いニュースを聞いて、感染者が増えたとか死者がどうなったとかこんな状態になってるっていう、まあ、先行きの見えない不安やストレスにもう完全に飲み込まれてる状態が多いかと思います。それは逆に体が萎縮を起こしてしまって前に向けないような状態、また自分の力が発揮できないような状態に陥っているという可能性があると思います。4点目が偏り疲労。私たちの、生態の理論でいうと、このウイルスにさらされてもかかる人とかからない人がいてる、まあ、それとかかっても重症になりやすい人となりにくい人がいてる。私たちはそのように見てまして、体があるバランスに陥ってしまうと当然これは呼吸器系の疾患で、例えば、重症化すれば肺炎を起こしてしまう、場合によっては命を落とすという、まあ、そういうことになるわけですけれども、実際には、そうなるべくした体っていう、そういうベースっていう、そういうものがあるからそうなるんであって、皆が皆感染するわけでもないし重症化しない、まあ、そういう意味で言うと、体の中に、まあ、例えば 20% の人が重篤化するって言われてるけれども、実際には、まあ、もっと少ないかも分かりませんけれども、その人たちの体は、どういう状態かっていうことをつぶさに検証すれば、その背景バランスを知れば、逆に言えばそれに対処するような体を作っておけば、ウイルスに負けない体、かからないでいい体になることもできるかというふうに思います。まあ、ざっと言うとね、短い時間では説明しきれませんけれども、今回のウイルスの、まあ、実態ということをね、皆さんに冷静に見ていただくために、例えば、なぜここまで皆さんが、恐怖に不安に、追い詰められているかっていうと、それは実態が誰にも分かっていない、まあ、それと同時にワクチン、また特効薬、薬がない、治す方法を知らないという、そういう中で不安が拡大していってるんですね。だけど今この中で、ここ数ヶ月の中でいろんなことが分かったことがいくつもあります。特に日本においては、奇跡的に死亡者数、死者が少ないということが、まあ、今世界中からも注目されているわけですけれども、皆さん考えてみてください。日本ではここ数年毎年のように10万人の方が肺炎で亡くなっている、まあ、そこを、考えた時に、今この期間の中でこんだけの騒ぎのありながら死者が100名余りに収まっているということを考えた時に、このウイルスはそこまでの強毒性ではないということを言えなくもない。だけど皆さんはね、なんていうか、コロナ危険わからないということで怯えて萎縮をしてしまっている可能性がある。そこを皆さんに気づいていただきたいと思います。どうすればそれが気づけるかっていうことなんですよね。実は昨年も一昨年もこの冬の時期に特に入るインフルエンザ、これも年間毎年日本でも2000名3000名の方が亡くなってます。ちょうど1年前、去年の1月2月、その期間に約2500名の方が亡くなってます。1日に40名50名の方がインフルエンザによって亡くなってたんですね。だけどその時には誰も自粛もしてないし、まあ、マスクもうがいもせずに普通に何も覚えることなく生活してたんです。だけど実際には亡くなってた。じゃあ100名亡くなったってなったら、もっと増えるかもしれないということで、もちろん恐怖感があるのは分かるんですけれども、毎日40名50名の方が亡くなってても、まあ、ある意味平然と生活されてたわけです。それはなぜか、それはそれそのもの、インフルエンザウイルスというものを受け入れてるからです。
だけどインフルエンザウイルスにもワクチンもあって毎日予防接種、ね、毎年予防接種をして、まあ、特効薬とは言いませんけど薬もある、まあ、そういう安心感がありながらも実際には1000名単位の方が亡くなってるっていうおかしなことが起こるわけです。皆さんがそれに対して真正面から認知して受け止めてるからそこまでの混乱とか恐怖心にはならないわけなんですよ。だけど今問題はこの混乱が起こってるその本質は見えないものに対する恐怖感、不安感、焦り、そういうものが皆さんを逆に弱くしてしまっている、そういう可能性があると思います。まあ伝えればいろんな、角度から見ることもできます。まあ、例えばニューヨークとかイタリア、なぜ欧米ではそこまでの死者になっているか、それは同じウイルスです。だから日本もそうなる可能性はないとは言えません。だけど感染が拡大して死亡者、犠牲者が増えるのはもうそれにはそれの理由があると思うんですね。例えば日本人は清潔で衛生管理、衛生環境、衛生生活というものがやはり他の国に比べれば良かったんだろうと思います。日本人そのものが海外に比べて健康の度合いが高かったということもあると思うんですね。まあ、そういうふうに考えたときに私たちが、できることはですね、むしろそのことを本当にさらにアップをして根本的にこれを乗り越えていくっていう、まあ、そのためにはまず皆さんが、コロナから逃げる、避ける、避けるではなくてコロナに真正面に向かい合って受け入れるということが必要ではないかというふうに考えます。先ほどの免疫の話しましたけれども、5つ目の免疫っていうところでこのウイルス感染の収束っていうのは全体の、まあ、ある意味の人間の一定の割合の方が、感染をすれば、まあ、それで免疫がついたってなるともう二度とそれで流行は起こらないわけです。抗体というものを作るわけですね。それが最高の免疫でその方々は、まあ、今後うつすこともないしもらうこともないという完全な安全圏に入れるわけです。でそれをゆっくりなだらかにという今方向ではあるんですけれども、ただ押さえつけてただ、感染を拡大を抑えるだけでは実はその流行を、まあ、逆に 何かの条件が重なった時に流行を拡大してしまうリスクを背負ってるっていうことが言えるんですね。だからそう思ったらある意味では皆さんが、今やってる中にですね、実はウイルスに優位な状態を作ってる可能性もないとは言えません。今皆さんは自粛また自宅でいてくださいということでですね、さまざまな制約を受けて、おられると思います。だけど例えば、今度学校が始まりますってなったら子どもたちは5月から学校が始まった時にどのような状態でその時を迎えるかってなった時に、まあ、例えば先ほどの免疫の話で言うと、お家にこもって本来これ呼吸器系の疾患で呼吸器を活性化して鍛えていい状態を作っておかなければならないのに運動不足であったり家に引きこもって、まあ、テレビやゲームにハマっててね、目を疲れさせて目と呼吸器っていうのはもう直結しております。目の疲労は呼吸器の疲労、呼吸器の疲労は目の疲労、まあ、そういうふうに思った時にもう子どもたちはある意味コロナウイルスにかかりやすい状態になってるかもしれません。そうした中で学校に行くとそこでも当然感染が拡大すると思います。これは少なからず拡大してしまう。じゃあまたそこで止めてしまうのかってなるともうこれは負のスパイラルからもうずっと抜けれなくなってしまう。ただ私が言いたいのは皆さんが自身の免疫力を高めるという方に
自分の内面を良くしていくっていうことにシフトすることができれば、一つ問題はステップアップするんじゃないか。もう一つはその心理ですね。皆さんの考え方、捉え方を一つ勇気を持って前に向かい進めることができたら、きっと人類はもう今までも様々なものを乗り越えてきました。そういうことを踏まえて皆さんの正しい知識と知恵を結集すれば速やかに乗り越えることができます。ただ言っときますけど、インフルエンザウイルスと同様にこのコロナウイルスはなくなりません。コロナウイルスがなくならないどころか、例えばワクチンもしくは特効薬ができたとしても、その先には新型コロナが出るかもわからない。また時間の経緯によって強毒化したり、もしくは弱毒化したり、いろんなことが考えられるわけですよ、ね、だからこれはもう長く付き合っていくしかない。インフルエンザと同様の認知と受け入れをすれば、今まで通りの生活が皆さんできるわけですよ、ね、ウイルスはなくならないって考えた時に、私たちが生きることはウイルスと共存、共生するという、そういう考え方が今必要ではないかというふうに私は考えています。ただ逃げるとかまた撲滅っていうことはありえないわけですから、私たちができることはそれを正しく必要以上に恐れずに受け入れて、そしてそれに的確に対処していく。一番大事なことは犠牲者を最小限にしてコロナウイルスと共存、共生していく、そういう考え方を皆さんに、持っていただけたらというふうに思います。私たちは、日々、皆さんの、健康について、話をしたり、またいろんなアドバイスをさせていただいたり、またいろんな相談を受けたりします。もう今皆さんの不安というのがどん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 大きくなっている中で、私どもは本当に体の内面、体の内なる力にスポットライトを当てて、ますますそれを高めていく、そしてそれを本当に信じて生かしていく、そういう方向で今後も整体として、整体師として、皆さんに、エールを送っていきたいというふうに考えています。ぜひ皆さんと共にこの難局を乗り越えて、希望と安心のある一日一日を、過ごしていきたいというふうに思います。本日はありがとうございました。以上です。